ちゃん、動ける？熱は？平気。ちょっと休んでただけ。まったく。何してんの、あんたは。黙っていなくなって、動けなくなったらどうする気だったの？そうなったら苦しむのはあんただけじゃないんだからね。ごめんなさい。したいことがあるなら、ちゃんと言ってよ。そりゃ、欲しいものも買ってあげられない。情けないお姉ちゃんだけど。違う、そうじゃない、そうじゃなくて。そうだ、お墓の花忘れてた。うん、だから僕岬に摘みに。だけじゃなくて海が見たいんでしょ。それもあるけど。今日は特別よ。一緒に行こう。いいの？その代わり、今度黙っていなくなったら、ベッドに縛り付けるから。はい。じゃあ、岬へ出発！出発！セリカお姉ちゃんたちのお葬式の朝も、二人でプリンセシアを摘みに行ったわね。うん。4歳だったけど、よく覚えてる。村にも岬にも花がなかったんだ。そう、ゴーマに荒らされたから。そしたら突然あんたが崖から降りようとして。お姉ちゃんは慌てて僕を捕まえて、すっごく怖い顔をして怒った。当たり前でしょ。あんたまでいなくなったら私どうしたらいいか。アーサー兄さんがいるよ。お姉ちゃんのこともこの世界のことも、兄さんがきっと何とかしてくれる。それはそうだろうけど、あんたがいなきゃ寂しいのは同じなんだからね。わかってる。ごめんね。でも、あんたが降りようとした崖の下に、プリンセシアが二つだけ咲いてたんだよね。あの時、風がふわーっと吹いてきて、セリカお姉ちゃんと同じ香りがしたんだ。そうだったね。だから、私は思ったんだ。あの花は、お姉ちゃんからのメッセージだって。知ってる？プリンセシアの花言葉。かけがえのない宝物。いくいく年も健やかに。そう。私の気持ちも同じよ、ラフィ。うん。僕もだよ、お姉ちゃん。咲いてる咲いてる。変わらないね、ここからの景色は。変わらなくないよ。季節や風や天気で海は全然違うんだ。それに海の向こうの景色も。海の向こう？時々わかんないこと言うわよね、あんたって。お姉ちゃん、今日は連れてきてくれてありがとう。何よ、改まっちゃって。ねえ、ラフィーは知ってる？なんで鳥が空を飛ぶか。そうじゃないと餌が取れないからだよ。敵からも逃げられないし。だよね。でも僕は思うんだ。翼を持った鳥は。あっ！ゴーマ！ライフセット、苦しくても頑張って走って。お姉ちゃん、怖くないよ、あんたならできる。きっと兄さんみたいになれるから。やめて、ダメだよ。逃げて。なんでコーマが。一人で逃げるなんて嫌だ。嫌でもやるの。感情で動いてたらあんたまで死んじゃう。でもお願い、逃げて。
通り。けど、だからって。やめろ！僕が相手だ！私、なんで家に。お姉ちゃん、ラフィー、無事だったんだね。ごめん、僕のせいだ。違うよ、あんたがいてくれるから。私は、前の割れちゃったでしょ。お姉ちゃんの髪綺麗だからちゃんとしないともったいないよ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。の夜、なんで全部夢なんかじゃない。